大島あ氏は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、内閣府副大臣、総務副大臣、総国会会長、民主党埼玉県連代表、民進党幹事長、希望の党幹事長兼政策調査会長、希望の党代表代行、国民民主党選挙対策委員長等を務めた、埼玉県北本市生まれ、経過高等学校、 早稲田大学法学部卒業。1981年に大学卒業後、日本交換へ入社。同社に14年間勤務し、3年半のドイツ駐在を経験する。その後、ソニー生命保険に入社し、5年間営業職を務める。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、埼玉ロックから民主党公認で出馬し、 公明党の若松兼重らを破り初当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、重複立候補せずに、排水の陣で臨んだ若松に大差をつけ、再選。優勢解散による2005年の第44回衆議院議員総選挙では自由、民主党新人の中根和幸を1500票差で破り、参戦。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では自民党の中根をダブルスコアで破り4戦。大島が獲得した186,993票は全国300の小選挙区で第3位の得票数であった。同年9月、鳩山幸男内閣で内閣府副大臣に就任。2010年6月に発足した菅直人内閣でも再任。 2011年8月の民主党代表選挙では、鹿のみ彦元農林水産大臣の推薦人になお、連ねる。代表選後、総国会の旗揚げに参加した。2012年4月、野田第一次改造内閣で、総務副大臣に任命され、野田第二次改造内閣、野田第三次改造内閣でも留任。2012年12月の、第46回衆議院議員総選挙では、 与党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、埼玉6区でこれまで2回連続で下した自民党現職の中根和幸に198票の僅差で敗北。超福立候補していた比例北関東ブロックで復活し5戦。同月の民主党代表選挙では海江田万里の推薦人となり、海江田が代表に選出されると政策調査会長代理に就任した。 2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では前回敗れた自民党の中根に1万票帳の差をつけ埼玉6区で6戦2015年1月の民主党代表選挙では元幹事長の細野武氏を支持したが細野は決選投票で岡田克也に敗れた。岡田執行部において政策調査会長に起用された細野のもとで 政調会長代理に就任した。2016年9月の民進党代表選挙では、前原政治の推薦人となり陣営の選対本部長に就任したが、前原は連邦に敗れた。9月26日、衆議院懲罰委員会委員長に就任した。2017年9月の民進党代表選挙では、前回に引き続き前原の推薦人となり陣営の選対本部長に就任した。 前原当選後の党役員人事では、一旦代表代行に内定したが、山尾しおりの幹事長内定が取り消されたため、横滑りで、幹事長に就任した。2017年9月28日の民進党、両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承されたことを受け、第48回衆議院議員総選挙には希望の党から二次公認を受け出馬することとなり、 結果は7戦となった。10月27日、希望の党の両院議員総会で暫定的な執行部の幹事長憲政長会長の就任が決まる。11月14日、希望の党共同代表選挙後に発足した正式な執行部で代表代行に就任した。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により結成された国民民主党に参加し、 選挙対策委員長に起用された9月11日より東福代表ありがとうございます。